大体何歳ぐらいだっけ。うん、ダビーとキャロな。瞳孔の大きさが違いますね。こっちとこっちと。はははこっちの奥に箱内障も入ってるんですけど、瞳孔反射というか、光に対して反射がない。ないだから、さっきの痙攣、うん、要するに転換じゃない、うん、の中の。はは疾患から来とると思います。犬も猫も転換は結構あります、うん、で大体1分以内に収まるなと思いますね。そうで、その転換の原因はその、頭の中脳波いうのがあるんですけども、それが正常なところに、伝わらないいう形になってくるんです、うん、でそれで転換が起きるんですけども、うん、でただ1回だけではちょっとわからないんです、うん、でね、あの転換言うんじゃなしに足でよバタバタ体がかきますでしょ、うん、その時よひっくり返ってたら起きれなくなるんです、うん、それはもうバランスが取れないんだと思います、ね、はい、お尻もちょっとこう曲がっとんですよね、うん、いつも歩いてみても、うん、こっちっとな、うんうんうん、じゃあどうしようかな、ちょっともう年ですかね、やっぱり、うん、年があるな、よいしょ、いや、これ戻してみよいしょ、よいしょ、ちょっと戻りにくいんですけど、ね、あのもっと反射ですのであのちょっと戻さないといけないけども、でこれはけど、まあ、人間と一緒で脳卒中で、うん、要するに頭の中の病気なんですけども、うん、あの脳に腫瘍があったり、うん、脳梗塞があったり、うん、してきたら今度は目がこう動くんです、うん、目の玉が、左右に、うん、ひどかったらこう粉になります、あ、はい、それは発作的になるということですか、発作的になります、でそれで、そういう病気が隠れてるとそういうことは調べられませんけども、あの犬なんか猫は少ないけど犬は結構ありますね、でひっくり返ってガーッとなってる、それとこれ今収まってますので、多分転換の方だと思います、はい、はいはい、で吐いたいうのね、吐いたあれが赤い血が出とった、真っ赤かな血でした、そうでもない、うん、あのちょっとなんか吐砂物が混ざったので薄い感じがしましたけど、布団に一つ出たそのぐらいの範囲、肝臓から粘膜が出とったがいい、いいから出と、いや、うん、いいから食道か、うん、そっちからやないかと思うんですよ、で、咳して、あーして、肺からもうちょっと出るんですね、で肺から出た場合はもっと赤いのが出ます、で、ああいうあの水みたいなものではなしに、うん、泡泡で、うん、泡みたいな中に赤い血が混じってるという形になります、で呼吸も今普通ですので、うん、多分いいから、うんうん、出たんじゃないかと思うので、ね、あれちょっとボコッとしてますので粘膜系統、あの食道に粘膜がありますので、うん、それの表面が、うん、あの剥がれて出てきたかなという感じですけどもね、痙攣したからそれがたまたま出てきた、うん、それの関連がどうなんかなと思うけどね、ね、まずこれ戻してますのでね、ちょっとあの抗生物質とステロイドは注射します、はい、で転換の薬を出そうかなと悩んどんねんけども、うん、ただあのこっちの第三者が与える境に、うん、なかなかそのコントロールが難しいんです、うん、で人間やったら自分のことを境に、うん、あのある程度の強制の量の、うん、あの許容範囲があります、あるんですけどもね、うん、2回飲むか1回飲むかいうのもあるんですけど、うん、それは、まあ、自分の固定社会だと分かるんですけども、うん、見とって、ずっと 見ることできひんさかいね、うん、決まった量をやるしかないんで、うん、その辺のコントロールが難しい、うん、それとも結構年取ってきて、うん、どんどん頭の中の、状態が、うん、機能が落ちてきますので、それが繰り返しなのかもしれんし、うん、で転換の場合は重積で重く重なる言うて、うん、転換がもうしょっちゅう起きる場合があるんです、で収まったことがまたなったりですね、うん、1日に数回以上なることもあります、起きたっていうのはそのまま別にじっとほっとくじゃないですか、ほっといてください、うん、で転換を起きるときは意識がないから爪で引っかかられたり噛まれたり、そんな力ないんでこれは、うん、いやあのあるんですか、うん、あの意識なしで出ますのでね、で噛まれたらもう離さないから、あ、そうなんですか、うん、ちょっと注意して、はい、あの見てもらって、だいたい1分以内に収まると思います。転換の発作で死んでしまうこともやっぱあるわけです。あります。その重積というのが、あの結局収まらなくて、ずっとこう暴れてますから、呼吸が、うん、それで死んでしまうと。ただこれが一つの引き金になって、いろんな病気が出てくるかもしれんね。
で今の振動聞いたんですけども、振動はまだ、ある程度強いと思います。精度もトン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 いうこう弾力のある打ち方なしに、もっとパンパンパンという弱い打ち方なんです。で、まあ、ちゃんと打ってることは打ってますので、うん、でそっちの方は、まあ、大丈夫かなと思うんですけど、その振動が悪かったらこの湿疹いうのがあります。で湿疹の場合はもう完全にふにゃっとなります。力が入りません、うん、それじゃないみたいですね。まあ、薬が切れたらまた起こるかもしれませんね。この皮膚病はこれはもう治らない。これは抵抗力が落ちてるしね、もう皮膚自体の抵抗力が。でこれイボイボからと思う境に、イボイボ、初めイボがあったんちゃうかと思うけどね。ちょっとね、イボもあるんです、うん、見てください。はい、わかりました、ありがとうございます。大きな声で、はい、鳴くこと自体が非常行動。あ、そうですか、うん、いや、家では全然鳴くないんですけど、まあ、不安やけどね、知らんとこ行ったらないとかな、ね、あ、地方症系統も来てるやつだと思います。まあ、できるだけストレスかけないように頑張ってください。薬は特にやらなくてもいい。なんか光とか音とか音とか何かで起きるんですけど、ね、あ、そうなんですか。それを調べるのはまた、そうですね、2度間と3回4回調べると、あ、これやないで分かるんです。はい、ありがとうございました。Meow.